信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。大手海鮮居酒屋チェーンの磯丸水産長野駅前店。海辺の磯料理屋をコンセプトに新鮮な魚介類が味わえる人気のお店です。海の恵みを今後も提供していきたいとの思いから、今回海と日本プロジェクト in 長野とのコラボレーションメニューを開発しました。それが海と川のサーモン4色丼。海のサーモン、サーモンのたたき、イクラに長野県が生んだブランド淡水魚信州サーモンを加えた豪華4色丼です。見てください、丼がキラキラ輝いてますよ。もう見るからに贅沢なサーモン4色丼ですね。まずは信州サーモンからいただきます。味が濃厚ですね。甘みもすごくあります。程よい脂もあって美味しいですね。海と川のものを美味しくいただくことで、それぞれの環境をきれいに守ろうという気持ちにもなりますね。磯丸水産では今後も海の環境を守りたいとの思いから、増え続ける海洋ごみ問題の実情を知ってもらおうと、コラボ期間中メッセージカードをお客さんに配布。今私たちにできる2つのアクションを提案します。長野県は海なし県ですが、海の水の源を持つ源流県にある店舗として、海の環境には無関心ではいられません。美しい川と海を守ることを考えながら食べていただければと思います。海と川のサーモン4色丼が食べられるのは8月31日まで。海洋問題を学びながら海と川の恵みを味わってみてはいかがでしょうか。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関する様々な活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。